ねえねえお姉ちゃん、はい、12月権利銘柄で気になる銘柄があったからちょっと見てほしいんだけど。はい、何でしょう。その銘柄はね、株式投資実践編。はい、はい、その銘柄とは日輪。はいはい、めっちゃいいお返事がもうお姉ちゃん持ってたけど。あ、そうなの。うん、株価が上がっちゃって、うん、売ってしまいました。ちーん、よく聞く話。日輪さん、はい、はい。どんな会社かと言いますと、はい。独立系の自動車用ホースの大手です。ああ、自動車用部品の。そう。へえ。もう結構有名でね、もう、株倉界隈みんな持ってんじゃないかなっていうくらい。そうなの？そう。ええー、知らなかった。もうお姉ちゃんの中ではよ。お姉ちゃんの中では2000円以下のイメージしかなくて。ああ。で、持ってたんだけど、うんうん、すごい株価があったから売っちゃったんだよね。ああ。それから買い戻せないっていうかさ。はいはいはい。はい、なんですが、はい。じゃあまず企業情報を見てみましょう。はい。すごいね。え、1914年なの？大正3年。めっちゃ老舗。110年じゃん。ねえ。50年。ああ、老舗だ。こういうところはね、もう、だって戦後さ、ねえ、抜けてきてるんだもん。だって全工場を戦災で焼失だってよね。素晴らしい会社だと思う。うん。うん、こういうのを作ってるんだ。車のね、ホースとかもうなくならないよね。もう絶対なくならないよね、うん。うん。なくてはならない企業です。はい。そんな日輪さん、今の株価。はい。3530円。お高っでね、配当金めっちゃ上げてきて、なんだよってなったんだけど。なんだよって言っちゃう。そう。だって売っちゃったからさ。はいはい。一株150円出してきて、100株で1万5000円。利回り 4.24 でしょ？お姉ちゃんさ、この多分半分以下で持ってたと思うから、パーとかになったんだよね。持ってれば。あ、そう。もうね、日輪だけは触れたくなかったんだけど。ごめん。いやいやいや、ね、ちょっと内緒にしたっていう、昔の古傷を。うんうんうん。ということで、株主優待見てみましょう。はい。オリジナルクオカード。いいね、うん。長期保有者向けって書いてある通り、うんうん、12月権利なんですが、今買ってもね、もらえないんですよ。1年以上保有で1000円でしょ、うん、でも3年以上だと3000円。でもね、ほんと、X 見るとね、株倉界隈ね、3000円もらいました。ドヤーっていうのがね、いっぱい流れてきて、いいなーっていつも思う。でも売った自分が悪いので。これはしょうがない。しょうがない。はい。で、さらに1000株以上だと、ね、クオカードほら割り増し。1年以上2000円とか、3年以上4000円とか。はい。5000株、そんなには持てませんが。1年以上3000円相当。3年以上5000円相当くれます。はい。だからたくさん買ってっていうね。感じなんだね。感じなんだよね。はい、はい。で、100株でいいです。いや、100株を3年持てばいいのよ。こういう銘柄は大事。説得力ないけど。ないないけど。けど、うん、そうだねって。はい。で、バフェットコードを気を取り直して見てみたいと思います。自己資本比率 68%。ね、優秀。いいよね。うん。でしょ？で、ROE 10% 超え、2桁。すごい。いいよね。いいよね。で、PBR 0.8 倍。はい。PR 8.8 倍。はい、安い。安い。配当金150円で配当成功 34% の配当利回りが 4.3%。欲しい。なぜ売った？毎回。毎回言う。はい。で、配当金の推移をちょっと見てみましょう。はい。はい。10年前の。うんうん。ね、もう10倍じゃん。すごーい。10倍ってすごいね。配当成功 34% かでしょ？うん。ね、今まで何してたよっていうさ。ね、やっぱそういう感じの企業さんが多かったってことなのかね。そうね。本はね、うん。うん。なんか持ち合いしてて、うん、そこまで配当金出さなくっても、うん、なんか株価安定してるからいいみたいなね。はい。ということで、チャートを見てみましょう。はい。こんな感じで、はい、上がっております。うん、一応ね、チャート、日足のチャート的にはデッドクロスしてるんですよね。ああ、ちょっとね。ちょっとね、うん、この前のね、大暴落があって、ね、でもね、うん、こう、業績いいのに、大暴落に巻き込まれてるやつは、買うべきなんですよ。うんうん、そうだね。もうね、他の銘柄に目が行って、買えなかった。うん、いや、3000円切ってたの知らなかった。ねえ。うん。うんうん、うん。でも、週足を見てください。はい。ああ。順調でした。本当だ。ね。ぐぐぐぐって上がって。そう、でもね、ちょっとね、週足でもデッドクロスしてるもんだから。
まだ下がるかな。ね、4000円つけたのがピークで、確かに。ね、うん。ちょっと下がりそうだね。あ、信用倍率66倍。まあまあまあ。まあって感じ。ちょっと高いけど、うんうん、さほどでもないと思う。うん、なるほど。え、付き足ちょっと見てみていい？付き足で見ると、ああ、ブイズファンドルですな、これ。え、ちょっと下がって、上がってくっていう。ああ、やっぱりあそこの3000円欲しかったな。欲しかったね。あ、これいいかもしれない。いいね。買ってもいいかもしれない。ね。うん。じゃ、年足。はい。おー、はい。右肩上がりです。青天井でございます。すごいね。うん、そうね、うんうん。この2017年の3438円は超えてるじゃん？そうだよね。うん、で、上向きだよね。で、いいんですよ。で、上がってく可能性もある。上がってく可能性がある。それは業績次第かもしれません。はい。ということで、業績を見てみます。はい。素晴らしい。いいです。言うことなくない？これ。ね。すごい。へぇ、プラスじゃん、全部。売上も、経常利益も。あ、素晴らしいですね。増収増益。中間決算は過去最高。売上ね。最高益更新。ね、まあ、為替も、あれ。まあ、そう ね, ね。うん。1円。うん、変わると、1億円近く変わるんだって。ちょっとドキドキしちゃうね。ちょっと円高に向けたらちょっと怖いね。ね。それもね、踏まえてね、考えなきゃいけないんだよね。そうね。こうやって見ると素晴らしいよね。なんか世界中で。全部プラスだもんね。すごいね。中国ね、ちょっとね。あ、中国はね。うん、うん、うん。それでも頑張ってるよね。96% だから。すごーい。ねえ。ねえ。素晴らしい。はい、素晴らしいです。それから、改善に向けた方針っていうのが出てまして。はいはい。はい。PBR1 倍を上回る水準とすることを目標って、うん、ほら、ね。うん。JPX さんから、はい。お尻で立てれてるので。もう、ちゃんとこうやって宣言してくれてるのがいいよね。そうそう。ほんとそういう企業ってね、株主はね、安心？ねえ。うん、今 0.8 倍だから、そう、もうちょっとね、上がる？上げてくれる？中間の進捗率 51% なので、うんうん、まあ、頑張ってますよ。頑張ってるね。うん。うん、ねいいんじゃないでしょうか。そうね。でもね、これからちょっと円高になると、またこれが、ね、ちょっとわかんないっちゃわかんないんですよ。確かに。はい。ということで、もう一回、はい、チャートを見てみましょう。はい。そう、だから、だけ買っといて、うんうん、もしね、円高触れて暴落来てっていう時に、うん、このね、チャートを見て、うん、2000円切ったら買いかなってなった時に、もう一個拾ってとかっていう。うんうん、株だけ買って。一株？あの、お気に入りがどんどん増えすぎて。あ、わかるわかる。わかんなくなっちゃうんだよね。うん、まあ、一株買っといて、保有銘柄に置いとかないとなんか株価の値動きもよくわかんなくなっちゃってる。はいはい。気がする。配当金も150円くるから、うん、そうなんだよね。買い増し買い増し、ミニ株でみたいな。そうね。下がったら買い増ししようって。ってのもいいかなって、うん、口座に入ってるとわかるもんね。ねえ、一株まあ五株とかわかんないけど。そうはい。うん、そうやって買ってこうかなと思いました。そうだよね。うんうん、だって今年もらえないもんね。一年縛りだからさ。あ、株買えば一年縛りになる。そうなんかね。ね、企業によるんだけど、あ、一株でも、うんうん、株主番号が同じならば、一、うんうん、年って見てくれる企業もあれば、うん、100株以上は100株以上ですよっていう厳しい企業もあるので、ね、ちょっとね、ここは調べないとわかりません。なるほど。後ほど調べたいと思います。ということで、はい、今日は妹ちゃんが気になってた銘柄、はいはい、日輪さんを見てみましたが、はい、どうですか？株ミニでちょっと買おうかなと思います。はい、はい、で下がったら買います。そうね、うんうん、にしようかなって思いました。はい、わかりました、はい、あ、姉ちゃんどうする？姉ちゃんね、だからさ、チャート見ててさ、高いんだね、お姉ちゃんの。そう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 、わかる。様子見たい感じですか？そうね、様子見て、はいはい、やっぱ3000円でちょっと刺しとこうかな。なるほど。で、買えそうもないじゃん。そうなるとどうしたいの？欲しいけど、うん、分からん。でもこの前の8月5日の大暴落みたいに、うん、ああやって移動平均線よりもかなりかけ離れた時、うんうん、とかは買いたい。買いたいね。買いたい。あの時本当買いだったね。そう、まあ、そういうチャンスはね、逃さず、はい、買いも買いたいと思います。はい、はい、ということで、はい、日輪さんは以上です。はい、おつファミ。この動画では投資歴20年以上のお姉ちゃんと投資初心者の妹が投資についてわちゃわちゃ話しているだけの動画です。たまに間違えますので、コメント欄に訂正と良い銘柄などの情報を教えてください。この動画が面白かったと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。